はい、どうも、アバタロウです。本日は山本七平さんの代表作空気の研究について紹介をいたします。日本の社会には KY、忖度、同調圧力といった言葉があるように、場の空気をわきまえるという文化があります。今回はそんな日本で暮らす人々の行動や思考を支配している空気という謎の存在の解明に挑んだ昭和の名著を読み解いていきたいと思います。特に空気を読むことに苦手意識のある方、組織をまとめる立場にある方、日本が抱える社会問題や政治に関心を持っている方であれば、まず読んでおいて損はない一冊です。山本七平さんといえば、戦後に活躍した評論家であり、また日本の社会や文化、そして日本人の行動様式の研究者として大変有名です。その業績は通称山本学と呼ばれており、日本の社会学を学ぶ上で必ず知っておきたい知の巨人です。そんな人物がなぜ実体なき空気という存在の解明に挑んだかといえば、日本を取り巻く空気が近い将来国家に危機をもたらすことになるだろうと警戒心を抱いていたからです。そして発刊から約40年経った今、その言葉がいよいよ現実味を帯び始め、この空気の研究に再び注目が集まっているのです。そこでこの動画では、抽象的で難しいと言われている本作を分かりやすく丁寧にポイントを絞って解説をしてまいりたいと思います。それでは参りましょう。山本七平、空気の研究。さあ、まずはこの動画の全体像についてお示しいたします。基本的には目次の流れ通りですが、第1の考察、空気という妖怪。第2の考察、対抗手段としての水。第3の考察、空気の支配から逃れる道。というように3段階のステップを踏んで進めてまいります。これらが合わさることで全体が完結しますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。では早速1つ目、第1の考察、空気という妖怪から見ていきましょう。一体空気とは何だろうか。それは非常に強くて絶対的な支配力を持つ判断の基準のことだ。もしそれに抵抗しようものなら容赦なく異端とされ、まるで犯罪者のごとく社会に抹殺されてしまう。空気とは誠に大きな絶対性を持った妖怪であり、この正体を把握しておかなければ将来何が起こるやら皆目見当がつかない。私たちの生きる社会には2つの判断基準があると思われる。1つが論理的判断基準、もう1つが空気的判断基準だ。論理で決めるか、空気で決めるか、こういったダブルスタンダードのもとに私たちは生きているのだ。確かに通常口にするのは論理的判断の基準だろう。だが本当の判断の基本となっているのは空気が許さないという空気的判断の基準なのだ。はい、ここで止めます。空気とは人間を否応なしに従わせる判断の基準であり、理屈が通用しないほどの支配力を持っているけれども、それが一体何なのかは誰も説明ができない。まるで妖怪みたいなやつじゃないかと言っているわけですね。本当は行きたくない飲み会に参加する。本当は反対意見を持っているけど賛成のふりをする。確かに空気を読んでこういった行動をしてしまうことは珍しいことではありません。では一体なぜ空気にはこんなにも人間を縛り付けるような拘束力、絶対的な支配力を持っているのでしょうか。本書によりますと、これは3つの要素が関わっているといいます。1つ目が臨在感的把握の絶対化、2つ目が感情移入の絶対化、3つ目が命題の絶対化です。一見難しそうですが、意外にそうでもありませんのでご安心ください。まず1つ目、臨在感的把握の絶対化から見ていきます。臨在感的把握というのは、要するに目に見えない何かが実際に存在しているかのように感じたりすることを意味します。例えばこのパワーストーンやお守りを持っていたら御利益があるんじゃないかとか、この奇跡の水を飲み続けたらいつまでも若々しくいられるんじゃないかとか、特定の人、物、場所などに対して何か目に見えない特別なものが宿っているんじゃないかと感じること、これを本書では臨在感的把握という言葉で表現しています。この臨在感的把握を絶対化するということは、要するにその感覚を真実とみなすことを意味します。ですからこのパワーストーンを持っていたら、私にはきっと幸運が舞い込んでくるはずだと言っている人がいたら、それは臨在感的把握を絶対化している人と言えるわけです。少し話はそれますが、日本にはアニミズム信仰といって、あらゆるものには霊魂が宿っているという考えが古くから残っています。山には山の、川には川の神様が宿っているというようなイメージです。
つまり臨在感的把握の絶対化というのは、日本人が古くから日常的に行ってきたことなのです。ただ巷にはこういった臨在感的把握を絶対化しやすい日本人の心理につけ込んだ好ましくないビジネスが多々あります。科学的根拠がないのに老化を遅らせて、さらにはがん細胞まで死滅させる奇跡の水です。といった謳い文句の商品がまさにそれです。場合によっては臨在感的把握の絶対化が誘発されるようなセミナーに消費者を誘い込み、嘘を真実と見せかけてお金を騙し取るという詐欺事例も決して少なくありません。つまり臨在感的把握の絶対化というのは、人を支配する空気作りに使えてしまう要素であるというわけです。そして2つ目が感情移入の絶対化です。感情移入を絶対化するというのは、自分が感じていること、思っていることを絶対的なものであると信じ込むことを意味します。私が楽しいと思うことは相手にとっても楽しいことだ、私がされて嬉しいことは相手もされて嬉しいことだ、というように自分の感情を絶対的な正解と思い込むことを、本書では感情移入の絶対化と呼んでいます。皆さんもこれまで友人や親戚からおせっかいをされたり、会社の上司や同僚から同じレベルのやる気を強制されたり、嫌な思いをした経験が何度かあるのではないでしょうか。こういった事例が発生してしまうのは、まさに感情移入の絶対化がその背景にあるのです。では感情移入を絶対化することがなぜ空気の拘束力につながるのでしょうか。これはイメージしていただくと分かりやすいと思います。例えば自分の会社の上司が感情移入を絶対化するタイプだったらどうなるでしょう。自分が悩まないことは部下も悩まないと思い込んでいる。もしそんな上司だったら、きっと部下の立場に立って仕事の悩みに対して共感を示さないかもしれません。また常に自分の感覚を絶対的なものと信じ込んでいる。もしそんな上司だったら、自分と異なる意見を不正解とみなし、何も聞き入れないかもしれません。こうなってしまいますと、その組織はその上司一人にとって都合のいい空気に包まれてしまいます。その結果部下たちは常に上司が醸し出す空気を読んだ言動しかできなくなるというわけです。さあ、そして3つ目が命題の絶対化です。命題の絶対化、ちょっと難しい表現ですが、意味していることは至ってシンプルです。正義は勝つべきである、正しいものは報われるべきである、というように何らかの命題を正解とみなすこと、それを本書では命題の絶対化と表現しています。そして私たちの社会は様々な命題が絶対化されることによって空気の支配を受け続けているのです。例えば思い出してみてください。ほんの数年前まで会社に就職してから最低3年間は働くべきであるという命題が絶対化されていました。ただ日本国憲法にはきちんと職業選択の自由について記載があり、退職しようが転職しようが本来自由なはずです。にもかかわらず入社3年以内は辞めづらいという強烈な心理によって、若者をはじめとする多くの労働者が縛られていたのはなぜでしょうか。それは社会全体でその命題を絶対化し、3年以内に仕事を辞めることは悪いことであるという空気を醸成していたからです。法的な力でもない、論理的な判断力でもない、空気という謎の力によって人間はこのように規制を受け、その支配を受けてしまうのです。そして本書ではこういった人間を拘束する空気が引き起こした悲劇的な事例として、第二次世界大戦中における戦艦ヤマトの特攻を挙げています。戦艦ヤマトといえば大日本帝国海軍が建造した世界最大の戦艦です。建造費は当時の価格でおよそ1億4000万円、現在の価値に換算しますと約3兆円弱という莫大な費用をかけて作られた巨大戦艦は、日本の切り札として大きな期待が寄せられていました。ところが主たる戦場が海から空へと変わっていったことで、ヤマトにふさわしい出撃の機会はいつまでも訪れず、ただ時間だけが過ぎていったのです。そして1944年、日本の敗戦色が濃くなり始めた頃、戦艦ヤマトの処遇について激しい議論がなされるようになります。具体的にはサイパン特攻と沖縄特攻と時期を隔てて2回の検討がされたのですが、結論としてはサイパン特攻は却下され、沖縄特攻が実施されることになります。なぜサイパン特攻が却下されたかといえば、明らかに成功確率が低いと科学的データに基づき合理的な判断が下されたからです。一方沖縄特攻はどうであったかというと、実はサイパン以上に成功確率が低いことが判明していました。さらに日本の敗北はもはや確実という状況でありました。にもかかわらず戦艦ヤマトは沖縄に特攻せざるを得なかったのです。
この作戦の実行部隊の責任者はなぜ航空機の護衛もつけずに大和を沖縄に向かわせるのですか。すぐに米軍に見つかり、到着前に爆撃を受けて無駄死にするだけですと猛抗議したといいます。ところが軍司令部にどれだけ抗議しても無駄でした。なぜなら彼ら自身もそれが無駄であると分かっていたからです。それよりも国民に負担を強いて莫大な費用をかけて建造した戦艦大和をほとんど稼働させることなく米軍に取られてしまったとなれば、軍司令部の責任問題として発展しかねない。それだけは避けたいという空気が戦艦大和を沖縄に向かわせるべきであるという判断を下したのです。これによって大和は沖縄に向かっている途中、予想通り米軍機の猛攻撃を受け、鹿児島県坊の岬沖で沈没し、乗組員約3000人が犠牲になったといいます。ただ山本先生はこの無謀ともいえる判断は空気による判断のわずか一事例に過ぎず、太平洋戦争そのものも空気的判断であり、さらに言えば現代における社会問題や外交問題などあらゆる場面の決定事項が空気によって行われていると指摘しています。そしていつか日本は自らが作り出した空気によって取り返しのつかない悲劇に巻き込まれてしまう可能性があると本書で警鐘を鳴らしていたのです。ではこの絶対的支配力を持つ空気を打破するにはどうすればよいのでしょうか。この疑問を解消すべく第2の考察、対抗手段としての水に進んでいきたいと思います。では行きましょう。空気はその研究が終わるまでは漠然とした存在だった。だが水という概念はもっと漠然としている。誰かの一言が水を指すと一瞬にしてその場の空気が崩壊することがあるだろう。この場合の水というのは通常最も具体的な目の前の障害を意味している。そしてそれを口にすることによって即座に人々を現実に引き戻すのである。私たちは今日まで現実に目を向けることがなかった。空気さえ盛り上がってしまえばやり遂げられるのではないか、そういった錯覚を抱き続けてきたのである。はい、ここで止めます。要するに異常な空気の盛り上がりに対して水は人々を現実世界に引き戻す、いわばブレーキの役割を果たすというお話です。なるほど、確かにいい意味で空気を読まない発言をすることで異常な空気を壊すことはできそうです。ただどうでしょう、本当に水を差すという行為だけで私たちは空気の支配から抜け出ることはできるのでしょうか。と言いますのも戦艦大和の沖縄特攻の事例を思い出してみてください。実行部隊の責任者が軍司令部にそんなの無茶だと、現実を見てくださいと、異常な空気に対して現実という水を差したはずです。ところが結果はご存知のように焼け石に水でした。一切聞き入れてもらえず、最終的に現場の責任者も軍司令部が醸し出す空気に飲まれ指示に従わざるを得なかったわけです。言い方を変えるならば軍司令部独自の善悪の基準に従うしかなかったのです。独自の基準を作り上げ、それによって機械的に動いていた軍司令部はまさに日本に根強く残っている村社会の様相を呈しています。村社会というのは頂点に立つ有力者の指示や判断に従い決められたルールに基づいた行動を求められる閉鎖的な組織社会のことを意味します。つまり当時の軍司令部も一つの閉ざされた村であり、村ならではのルールやものの見方があって、村人である軍人は皆そこに暮らす以上村のしきたりに従うことが絶対なのです。ですから村の外から持ち出してきた社会通念や常識を村長や取り巻きの役人たちにどれだけ訴えようが聞いてもらえるはずがないのです。さらに言えば日本には政治、経済、地域社会など実に様々な村が存在しています。そしてどの村どの集団も独自の善悪の判断基準を持ち、それに従って動いているのです。本書ではそれを状況倫理という言葉で表現し、次のように述べています。状況倫理という言葉をごく常識的に日常的に定義してみたいと思う。この倫理は簡単に言えば、あの状況ではああするのが正しいが、この状況ではこうするのが正しい。当時の状況も知らないのにそれを無視して今の状況下の基準だけでとやかく言うのは間違っている。当時の状況ではああせざるを得なかったのだ、したがって非難されるべきはああせざるを得ない状況を作り出したものだ、といった一連の倫理観とその基準である。はい、いかがでしょう。ここはとても重要です。要するにこれまで述べてきた空気という妖怪はやがてその集団の中に状況倫理という独自の物差しを作り出し、さらにそれがまた空気を生み出す温床になっているということなのです。ですから状況倫理が出来上がってしまいますと、あの場ではああするしかなかったという逃げ道が作られ、やがて責任の所在も曖昧になってしまうというわけです。ではここでもう一度水の話に戻ります。
異常な空気の盛り上がりに対して水は現実に引き戻す、いわばブレーキの役割を果たすと申し上げましたが、水が空気の対抗手段として完璧なものではないというところまでは分かりました。ここから山本先生は本書で水についてさらに考察を進めていき、恐るべき事実を発見します。それは何かというと、水が空気を作るということです。水が空気を作る、ちょっと混乱しそうですが、実は話のロジックはそれほど難しくはありません。要するに水を指すというのは現実に目を向けさせるということです。例えば夢なんか見ているんじゃない、目を覚ませ、現実を見ろ、そんなのできっこない、地に足つけろ、人生そんなに甘くない、こういった現実に目を向けさせる言葉の水がまるで雨のように毎日マスメディアを通じて社会全体に降り注いだらどうなるでしょうか。おそらく日本は古くからある社会通念、一般常識、固定概念というガチガチの空気に包み込まれ、とてつもなく保守的で窮屈な社会になってしまいます。つまり現実に目を向けさせる水は空気への対抗手段として不十分であるだけではなく、新たな空気の呼び水にもなるということなんです。さあこうなりますともう手の打ちようがない気がいたしますが、山本先生はこれまで述べてきた空気の研究と水の研究を振り返った上で次のように述べます。これまで話してきたことに共通する内容を一言で述べたいと思う。それは虚構の世界、虚構の中に真実を求める社会であり、それが体制となった虚構の支配機構だということだ。虚構の存在しない社会は存在しないし、人間を動かすものが虚構なのだ。したがってその虚構に何かの力が作用するのは当然のことなのだ。はい、ここで止めます。私たちの世界はどうやら虚構の中に真実を求める社会であり、その虚構によって人間たちは動かされているというお話ですが、ぼやっとしすぎてちょっとイメージがしにくいですね。例えば東京ディズニーランドを想像していただくと分かりやすいと思います。あの場所は夢と魔法の王国と呼ばれるように虚構の世界です。ですが入場ゲートをくぐれば大人も子供もお約束の魔法にかかって、オリエンタルランドさんが提供する虚構を真実としてその世界を楽しむわけです。ですからその空間の中にいる以上、その虚構を壊すような言動、例えばミッキーをはじめとするキャラクターたちに誰が入ってるんですかとバシバシ叩いたりすることは抵抗感があると思います。なぜ抵抗感があるかといえば、運営者サイドがディズニーの世界観に浸れるような空気と状況倫理を作り上げているからです。そのためディズニーランドという閉ざされた空間の中においては、そこで提供される物語、すなわち虚構を真実とみなすべきであるという空気が流れていて、来場者もキャストもみんながそれに従って動いてるんです。逆にその秩序を乱し状況倫理に反する行為ばかりしていては虚構の世界が壊れてしまうので、当然その王国に滞在し続けることはできず現実世界に追放されてしまいます。つまり何が言いたいかと言いますと、虚構というのは人間を動かすシステムであり、それを正常に稼働させるには空気という材料とそれが充満する閉鎖された空間が必要であり、その空気によって保たれている秩序を守るためには当然何らかの圧力が働きますというお話です。つまりこの仕組みというのはいいようにも悪いようにもいくらでも使えてしまうというわけです。どうでしょう、なんとなくイメージいただけたでしょうか。そうしましたらそのイメージを持った上で皆さんの視点を上へ上へ上げていってください。そしてこの日本列島全体を俯瞰してみてください。どうですか、私たちの社会は人間を都合よく操る閉ざされたテーマパークになっていませんか、というのが本書からの問いかけなのです。例えばマスメディアに対する情報統制、これによって不都合な真実は闇に葬られ、支配機構の秩序を乱さないニュースだけが流れます。そしてある一部の人にとって都合のいい空気が作られ、そして世論が形成されて社会の歯車が回っているわけです。さらに言えば学校、会社、地域社会なども同じような仕組みで成り立つ閉鎖集団であり、それらが統合することで日本社会全体が作られているのです。なぜこんなにも窮屈なのか、なぜこんなにも自由な発言が許されないのかと多くの人が抱いている何とも言えない閉塞感、拘束感はこういった空気の力学によるものだったというわけです。さあそうなりますと、どうすれば私たちは空気が支配しているこの迷宮から脱出することができるんでしょうか。果たして本当に出口はあるんでしょうか。それでは最後、第3の考察、空気の支配から逃れる道について見ていきましょう。空気から脱却しうる唯一の道は、あらゆる拘束を自らの意志で断ち切った思考の自由とそれに基づく模索だけである。はい、
もうこれが第3の考察の結論でございます。あらゆる拘束を自らの意思で断ち切った思考の自由とそれに基づく模索。なるほど、ちょっと表現が難しいでしょうか。あらゆる拘束を自らの意思で断ち切るというのは、要するにこの動画の前半で説明しました臨在感的把握の絶対化、感情移入の絶対化、命題の絶対化、これらを自力で解除するということです。例えばこんなことをしたら叩かれるんじゃないかとか、嫌われるんじゃないかという恐怖心、みんなきっと私と同じことを思っているはずだという思い込み、こうするべき、こうあるべきという固定概念や常識、こういったものを遠慮なくバッサリ切り捨てることで自分本来の思考を取り戻してください。それこそが空気から脱却する道につながっているんですよというお話です。そしてもう一つ、本書では空気の支配から逃れるためのヒントとして根本主義というキーワードを挙げています。これは大変難しい概念なんですが、ここではシンプルに原点回帰という意味で捉えていただいてよろしいかと思います。つまりその場に漂う重苦しい空気に流されそうになったら、自分にとっての原点に一度立ち返ってみてはどうかと説いているのです。会社であれば創業した時に掲げた経営理念、一個人であればこれだけは曲げられないという人生理念、例えば家族の幸せや健康を守るといった原点に回帰することで自分本来の思考を取り戻し、それによって空気的判断から逃れることができるというわけです。また山本先生は本書で、明治時代から日本人は何一つとして創造的な思想も体系も生み出していないと苦言を呈しているのですが、その原因も結局は人々の自由な思考や発想が空気によって抑制されてきたからだと言います。つまり創造性あふれる独自の新しい価値とは、支配機構の壁の外側にある広大な大地に芽吹くものであるというわけです。ただそのためには何よりもまず自分たちを拘束するものの正体、すなわち空気という妖怪の化けの皮を剥がす必要があり、山本先生は本書によってその戦いに挑んだのです。空気とは一体何なのでしょうか。なぜ人間や社会をこんなにも拘束するのでしょうか。その謎を自らの言葉によって解き明かした時、真の世界につながる扉が開かれ、私たちは思考の自由を手にすることができるのです。はい、というわけで空気の研究以上でございます。いかがでしたでしょうか。抽象的な言葉がものすごく多い作品なので、なかなか伝えるのが難しかったのですが、ざっくり全体像を掴んでいただけたでしょうか。概要だけとはいえ、一回の聞き流しだけでは理解するのは大変だと思いますので、時間を置いてまた何回か聞いていただければと思います。またもうお気づきかもしれませんが、思考の生理学、パンセ、空気の研究という流れで紹介をしてまいりましたが、いずれも考えるということをテーマに選書をしており、今回がその最終回です。まずは考えることの楽しさについて知ってもらい、次に考えることとはどんなことなのかを考えていただき、最後に自分たちが生きる社会について考えてみるという構成になっております。ご覧になっていないものがあればぜひチェックしてみてください。この動画が面白かった、参考になったという方は高評価コメントなどいただけますと嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。